人、物、金をテキサスへ CCIM のルークです。岸田文雄首相は昨日アメリカの上下両院の合同会議で演説しました。冒頭で首相は9年前私の名優であった亡き安倍元首相がまさにこの壇上で希望の 同盟へと題した演説を行った。当時、安倍内閣の外相として、両国の絆を目の当たりにして、深く感銘を受けたと言明していました。岸田首相と安倍元首相は、1993年衆議院議員初当選の同期です。長い、 安倍政権の時代には、岸田さんは外務大臣や党の政調会長として使いました。ですから、盟友と言える関係ではなかったですね。岸田さん、昨日は35分間ほど英語でスピーチをし、議員が立ち上がってサインを送るスタンディング オベーションが15回ほど起こりました。岸田首相が今日のウクライナは明日の東アジアかもしれないとアメリカが主導してきた国際秩序の維持とウクライナ支援強化の重要性について訴えかけました。岸田さんの言葉に 壇上で後ろに座っている議長席の共和党、ジョンソン下院議長は拍手を送りませんでした。その隣のハリス副大統領や民主党の議員らは、スタンディングオベーションでサインを示したということで、これは対象的な光景でしたね。ジョンソンに対しては今、 トランプ派の急先鋒マージョリー・テイラー・グリーン下院議員が3月下旬に解任同意を提出しています。現時点では効力が保留されていますが彼女はジョンソンがウクライナ支援などで民主党とバイデン政権に妥協すれば解任に向けた手続きに入ると脅しています。 アメリカ下院は定数435で、現在の議席は共和党が218、民主党が213で、差はわずかしかありません。ウクライナ支援予算を可決する場合、トランプ派は反対に回るのはほぼ確実なことから、ジョンソンは民主党との協力が不可欠となります。 トランプ派このシナリオを阻止しようとするために、解任をちらつかせて圧力をかけているわけです。会員では去年10月、当時のマッカーシー会議長がフリーダム・コーカスの動機によって、在任約9か月で解任されました。 後任のジョンソンも、まあ、このトランプ派を統制できずにいます。ロシアのウクライナ侵略をめぐり、トランプは当選したら24時間以内に終結させると主張しています。アメリカのメディアは、トランプがウクライナに南部クリミア半島と東部 ドンバス地方の活用、えー、を迫る和平案を検討していると伝えています。トランプはロシアの脅威と対峙している北大西洋条約機構 NATO への関与にも否定的です。岸田首相は演説で、トランプに代表される 孤立主義の、えー、姿勢とアメ,アメリカのこの一部にある自己懸念と形容しグローバルパートナーとして国際秩序維持の重荷を共に背負うとの覚悟を示しましたしかし内紛と民主党との 妥協なき戦いに囚われているトランプ派は、岸田さんの言葉は響かないですね。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。